当たり前だけど閉めてんね。まあね。うん。さすがにね。うん。金ピカ君が危ね危ね。これポッとしゃってるからさ、ある意味私の資格今妊婦さん並みだよ。はい。ポン君。さっきまでつぶれアンパンだったの。急に復活した。しまった。節分会。ん？節分会。あれこれライトついてんだ。ついてたっけこれ前から。うん。ここはついてる。ここあるか。あそこから先がない。ああ、あ、やべ。ぼちぼちして。高藤。結構めでまだ登れるか。え？まだ登れるか。まあ一回ぐらい登ってるからね。まだ100回打てないじゃん。まあ打てると思うよ、マジで。でも1000回はすごいよな。ああ、私が見た人。うん。でもそれ戦う日にもらう、確かにいい記念だし、なんか。まあね。多分毎日行ってるよね、それ。多分1週間に2回じゃ無理でしょ。損害のペースじゃ旋回は一応盗聴した場合の誤信もあるらしいよね。盗聴、うん、今登った山頂行ったよっていう。へえー、いろいろあって、なんか金のか金運が上がるやつとか。あ、まだやってんのそこ。え、すげえ。まあ、まず気合入っちゃってるんですけど、特別時給だな。今何時？ 6 時？あ、5時過ぎてんの。あ、まだやってんの？これ。へえ。まあでもほら、気づかうがさ、遅くなってるから、うん。あ、そういうことか。この4連休はだいぶ戻したいとこでしょ。どうする？右から行く？いや、階段だからやめとく。あ、これ前にしょってるから。あ、いいよ。視界が悪い。うん。ごま団子いかがですか？いいよね。うん。そうそう、ライトいいですか？ね。なんか美味しいんだよ、なんでも。うん、暗いな、これもう。暗いね。ライト出そうか。大丈夫じゃない？いや、あそこの茂みだな、出すなら。うん。あそこから暗い、本当に。楽しそうやな、ね。映ってないよね。何も映ってないと。これ電気つくことあんのかね。ないか。おみそかとかつくんじゃないかな、あの3階の時の時。あー、まあその日ぐらいか。
天に変えようかな。ああそちらの方がいいんじゃない？いないよこれじゃ。うん。でっかいこの辺で。うん。待ってからだもんこれ。